マリオシリーズ。マリオシリーズは、主に任天堂から発売されている、同社のキャラクター、マリオと、その仲間たちが登場する、コンピュータゲームのシリーズ、及びメディアミックスである。そのうち、スーパーマリオブラザーズを源流とする、アクションゲームシリーズは、一般的に、スーパーマリオシリーズと呼ばれる。2015年現在、全シリーズの累計売り上げ本数は、全世界で5億本を超えている。 現在も続くコンピュータゲームのシリーズとしては最古の一つである。今日までに発売された作品は100を超え、これらに登場するキャラクターを使用した派生作品が多くあり、スポーツゲーム、ボードゲーム、ロールプレイングゲームなど幅広いジャンルのゲームが出ている。となっている。シリーズ第一作は1981年。 昭和56年にアーケードゲームとして稼働したドンキーコング後に家庭用ゲーム機に移植される。これがヒットし、同作品の主人公マリオが活躍するゲームが多く発売されていく。中でも1985年、昭和60年に発売されたスーパーマリオシリーズの第一作スーパーマリオブラザーズは怪現象を巻き起こした。制作の中心となった 宮本主ゲルは同じく自分が手掛けるゼルダの伝説シリーズとマリオシリーズの本質は同一のものだと個人的には思っているとたびたび語っておりアクション要素が強いのがマリオシリーズで反対に謎解き要素が強いのがゼルダシリーズとどちらに重きを置いているかで両シリーズのカラーが打ち出されているまたゼルダの伝説シリーズと同様入念に作り込まれるため 新作の発売までに1年以上期間が空くことが通例となっている。任天堂64まではマリオが主役のゲームがローンチタイトルとして発売されていたが、任天堂ゲームキューブからはローンチタイトルから外れている。代わりに、ゲームキューブはスピンオフ作品であるルイージマンションが同時発売し、Wii では日本のみ、ワリオシリーズの踊るメイドイン・ワリオが同時発売されている。 Wii U では、ニュース・ーパー・マリオ・ブラザーズ・ U が、同時発売され、マリオ主役のゲームが、ローンチタイトルの座に返り咲いたが、任天堂スイッチでは末置き型のハードとしては初めて、ローンタイトルとして派生シリーズや、スピンオフ作品を含むマリオシリーズのゲームが、発売されなかった、携帯型ハードを含むと任天堂ンド 3DS が初。本流となる、アクションゲームは、 任天堂を自らが手掛けるのが基本であるが、その知名度ゆえに派生作品においては、非常に多くの会社がデベロッパーとして開発に加わっている。中には、マリオパーティシリーズなど人気を博してシリーズ化された派生作品も存在している。2011年、平成23年には誕生30周年を迎えた。派生シリーズを除いた、 本筋のアクションシリーズのみでも世界累計で3億1000万本以上を販売しており世界で最も成功したゲームキャラクターフランチャイズとなっている前述したように特に初代スーパーマリオブラザーズは驚異的な売り上げと業界全体への多大な影響を残している詳細は同作品のページを参照近年においても ニュース・ーパー・マリオ・ブラザーズが日本国内で600万本超、世界累計では2、800万本超の大記録となり、ニュース・ーパー・マリオ・ブラザーズ・ E は日本国内で約400万本、世界累計で2、500万本を突破するなど、驚異的な売り上げを記録しているほか、派生作品であるマリオ・カート・ E が世界累計で3、100万本、マリオ・カート・ DS もに、 200万本超の大セールスを記録しているなど依然として世界最大級のシェアと知名度を持つ2007年に米国異軍で初代スーパーマリオブラザーズが史上最も影響力があったゲーム100選において1位に選出された2位はテトリスマリオシリーズは音楽界でもヒットを記録した1992年平成4年にはゲームボーイ版の スーパーマリオランドの BGM をサンプリングしたアンバサダーズ・オブ・ファンク・フィーチャリング MC ・マリオアンバサダーズ・オブ・ファンク・フィーチャリング MC ・マリオのスーパーマリオランドスーパーマリオランドが全英シングルチャートでトップ10入りのヒット2005年平成17年にはスーパーマリオブラザーズの BGM をサンプリングしたトンガリキッズのビーダー氏が オリコンシングルチャートで最高4位を記録。スーパーマリオブラザーズのテーマは、ビルボードの着信メロディチャート、ホットリントンで2005年度の年間5位、2007年度の年間1位を記録している。ビルボードには、近藤浩治名義でチャトインしている。スーパーマリオランド及び、スーパーマリオランドに6つの金貨の2タイトルは、スーパーマリオブラザーズ25周年。 記念特設ページ内のスーパーマリオヒストリーのページには含まれていなったが30周年記念特設ページ内のスーパーマリオヒストリーのページでは含まれるようになった厳密にはシリーズに含まれないがスーパーマリオ USA のベースになった作品ということでここに記載しておくスーパーマリオ RPG 以降は本作から派生したペーパーマリオとマリオ ルイージ RPG が、それぞれ主にシリーズ展開している。発売はすべてハドソン。4コマ漫画劇場、スクウェア・エニックス掲載の作品については、こちらを参照。4コマ漫画王国、双葉社掲載の作品については、4コマ漫画王国、主なラインナップを参照。4コマランド、強文社掲載の作品については、強文社4コマランド、マリオシリーズを参照。 4コマギャグバトル、公文社掲載の作品については、4コマギャグバトルマリオシリーズを参照。数値はすべて日本のもの。数値はすべて日本のもの。本シリーズは、任天堂の看板シリーズであるため、様々な形で他社とのコラボレーションが実現している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。